このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、黒ひょうみたいなミー君、ビッグな体のシャイボーイということでね、この子がミー君なんですけれども、で、まあ見た目わかりますかね、結構大きな体してますよね。で、まあ触ってても全然ね怒らないですし、どうでしょうか、顎の下とかね触るととっても気持ちよさそうな顔してるんですけれどもね、この、 気持ちよさそうにしてる顔がどことなく黒ひょうに見えないでしょうかね。とっても綺麗でしょ、うん、気持ちよさそう。で、棒を見せると、うん、両手で掴んでカミカミしてますよ。うん、いいですね、猫パンチ。噛むのがいいんでしょうね。今回のお店は、大阪梅田から一駅、阪急十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。で、遊んでたんですけれどもね、なんか距離を取られてしまいまして、もう一度触れるかなと思って、いろいろやってるところなんですけれども、おもちゃの方をちょいちょいしだしていくので、まあまあ、楽しく遊んでくれる子なのかなと思いますよ。やっぱ棒がいいのかな、この子は。うん、やっぱ遊びたかったんでしょうね、棒の部分で。ただ、おそらくシャイなんで、ずっと、触られると、ちょっと恥ずかしくなってくるのか、距離を取っちゃうんじゃないでしょうかね。で、このミー君っていうのが、2016年生まれで、まだ4歳ぐらいですね。ということで、まだまだ若い子ですよね、4歳でしたらね。で、猫ちゃんとも割合穏やかに過ごして、接しているので、ね、多頭飼育にも向いてると思いますね。また距離を取られたので、近づいてみます。ちょっとびっくりしちゃいましたか、今は。けど、指を見せると、うん、大丈夫そうですね。お尻トントンしてますよ。どっかまた上行っちゃうのかな？あ、お尻トントンが良かったのか、近づいてきてくれましたね。うん、多分、撫でられるのは好きな子なんじゃないかなと思いますよ。あ、下行っちゃいましたね。じゃあ、下でちょこんと座ってるから何かなと思うと、実はね、これ、チュールをもらってたんですね。やっぱね、チュールは食べたいですよね。で、他の子にあげると、どうする？あ、やっぱ、他の子に行くとやっぱり、諦めるんですね。もっと欲しかったと思うんですけれども。お腹は嫌か。でも怒らないでしょ、お腹を触っても。お尻どんどんとか、普通に優しく撫でられるのが、好きなのかもしれないですね。おお、なんだこれ、絡みがあって、うん、かわいいな今のは。うん、シャトラの子ドアップでしたが、で、周り猫ちゃんに囲まれてもすごく穏やかにしてますね、うん、いい子だ、すごく、ここにぴったりと寄り添ってくれてますよ。ね、可愛いですね、この子。シャタラの子がカメラに興味持ってて、全然顔がわかんないですけれども。うん、みーくんすごいね、いい性格してますね。うん、この子だったらお家に入ってもすぐにね、うん、馴染んでくれるんではないでしょうかね。やっぱ黒猫ちゃんって毛艶がとってもいいですよね。本当にね、美しいです。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫の木さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ、多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、